はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。KK でございます。じゃあ今日も、ドクトーチランクバトルやっていきたいと思います。初手ガブじゃないわ。初手ゲンちゃんから入りまして、カヌちゃんがめんどくさいのか。カヌちゃん来た場合、誰で行きゃええんだ？てかこれカヌちゃんがやばいわ。バレルから入るわ。バレルの方が安定してるわ。バレル、ドラストリンダー、テラス1、このままじゃあニンフが重いのか。だったらブロちゃんになるのかなと思ったんだけど、炎テラス分巻いてくるよねとなるので、どう分巻いてもありちゃありだが、なんだかんだゲンちゃんがいい感じなのかねってな感じの3匹でやっていきましょう。対戦よろしくお願いします。さあ初手デカヌちゃん、まあそうだよな、カヌちゃんから入ってくるよね。はい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 、カタヤブちゃんですよね。まあ、とりあえず、報酬を分巻いていきましょう。とりあえずね、とりあえず分巻こう。叩き落とす、痛いですな。まあ関係ない。まあ5つ目落とされたけど、まあ大丈夫っしょ。このカヌちゃんをどうにかしないといけないので、まあいっ、ラムちゃん、ラムちゃん、もう一回星巻くわ。じゃあ電磁波ね。はいはい、まあそうだよね、電磁波ちゃん持ってるよね。まあひんなよ。うーん、ちょっと運悪すぎないか、これは。ちょっと運悪すぎないか、ひどいよ。ちょっとバレちゃん解雇するよ。バレちゃんこのままだとちょっと悲惨な結果が。アンコール、まあいい、アンコール関係ない、アンコール関係ない。挑発やったらやってらんなかったけど、アンコール関係ない。バレちゃん、ちょっと何してんの君、君何してんの。本当に解雇されたいの。いるんだよ代わりは。一応代わりになってる候補はいるんだよ君の。ちょっとマジで、マジでちょっと真面目にやって、ちょっと頼むわ。ちょっと真面目にやろうか、バレちゃん。そんなダメージ食らう予定なかったんですけど、そんなダメージ、その普通にか、その再生力で間に合うぐらいのダメージぐらいしか考えてなかったんですけど、これはまずくないかい。あ、アンコールでよかった。間違えたー。ここゲンガーでアンコールするべきだった。やらかした。まあいいや。まあいいや。どっちが火力出る ?130 でしょこれ。120でオーバードライブで、倍に乗るから、オーバードライブのが入るのか。じゃあドライブいきます。相手のが早い。ちょっと遅くない？ストちゃん。ストちゃん思ったより遅かった。うわ、持ってけない。まあ、しゃあない。じゃあ起きないで。じゃあ起きないで。ずーっとおねんねしてて。OK。まあ、そうだよな。こっち2連続まひってるもんな。そんなに最速起きされたら、平等院報道じゃねえからな。OKOK。カヌちゃんとパッと。で、めんどくさいのはここでガブか。ガブ来たら来たで。ノーマルテラサルバコンバーぶっ放したらいいのか。ああ行くわ行くわ。ああでもな、ドラパルト、いや、いないっしょ。ガブがいてドラパルト出すことはないっしょ。多分ハッサムかに行くでしょ。行くわ。ほら自信打ってこいよ。切ってやるよテラスタル。オッケー。相手鋼テラスタルがマジ怖かったけど、まあ、ストリンダー相手に鋼テラス切る理由ねえもんな。オーバードライブが
無効になってるから切る必要性ないよね。オッケーオッケー。さあ自信打ってきなさいよ。剣舞は悠長だね。それは悠長だね。悠長の舞さようなら。たすき持ちだよね。まあ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 。でだ、地震はこれ確定2発になったんで、ノーマルテラスで。なので、剣舞で角1まで持ってかれてるんで、ゲンガー出しいきます。S は、スカーフじゃないんで、勝ってるし、ステロとかも巻かれてないから、殴りに行けると。よし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 。よしよしよし。で、裏のこと考えたら、シャドーボールになるのかね。ハッサムもいるし、ここはシャドーボールになるのかね。さあ、引くのかい？引かないのか？引かなーい。オッケー。よいしょ、オッケーオッケー。ガブ突破と。で、ラス1。誰ですか？ドラバルトはいないと思うんだよね。うわ、いるんかい！まあ、大丈夫。バレルにストリンダーに。大丈夫、大丈夫。道連れ行きます。あたりでね。特殊だ。特殊だったらまあ大丈夫。なおさら大丈夫。特殊なら。ストリンダー入ります。とりあえず、ほっすりたたり目でいいかね。ほっすりから入ります。10万ボルト効きません。ちょ、気持ちは強いよーん。ほっすり。このストリンダードラパルト対面ってね、剣盾の頃から、この役割対象っていうのがあるからね。ほっすりたたり目で落つと。対戦ありがとうございました。はい、では第2試合目始めていきたいと思います。もうわけわかんない。何やねん、奇跡アチゲーターだっけ。奇跡御三家使ってるし、クエスパトラちゃんもいるし、キラフロールもいるか。ゲンガーはきついな。ゲンガーはきついから、多分初手クエスっぽいんだよね。初手クエスだから、初手クエスだからこそゲンガーから入るべきか。いやー、どうしよう、悩むな。ゲンガーから入ります。ストリンダー入れときます。ラス1バレちゃんでいいですか。違いますね。どうだよね。うん、銅ちゃんだよね。さすがにここは銅。対戦よろしくお願いします。さあ初手何ですか。マスカーニャ、どうしよっかな。この対面いつも迷う。殴るべきか。あー、そっか、バレちゃんいねえから殴るしかねえんだ。殴りまーす。ヘッドバックで殴りまーす。1個目、新緑っぽいな。この子新緑でスカーフっぽいな。アチゲータ、この子まだゴースト入ってねえよな。確か。勝った。何すんの？フレアソングでしょ？ストリンダー行くわ。フレアソング？いや、覚えなくね？フレアソング。あれ？ラウドボーンになってからだよね、確か。フレアソング覚えるのって。鬼火か。もう鬼火だったら問題ないよ。うん、問題ない、問題ない。で、奇跡アチゲーターって硬いの？またどこぞの実況者が使ってんだろう。奇跡アチゲーターつって。ラウドボーンより強い奇跡アチゲーターつって使ってんだろうぜ。バコンパ行きます。うーれ！勝って。硬すぎ。マジか。そんな硬えのか。なるほど。じゃあいいよ。じゃあいいよ、もう。
じゃあもう知らんわ、殴るわ。うちの高火力アタッカーなめんなよ。だったらやるわ。多分ラウドボーンより硬いんだろうな。爆音波があんだけしか入んないってことは、多分ラウドボーンよりカッチカチなんだろう。うら、これで確定にやつじゃ。間に合わせ、これで怠ける間に合わねえからな。なめんじゃねえぞ、この野郎。間に合ってんのか、これ、ギリ。これでもギリ間に合ってんのか。でも、あえて怠けるしかできないでしょ、これも。おらおら、どうするや。もう間に合わねえぞ、怠けるじゃ。こんな進化前のポケモン使いやがってよ。さあ、裏のポケモンなんですか。マスカーニャ。タスキか、じゃあ。じゃあ、タスキだよな。さすがに。タスキじゃねえ。タスキじゃなかったら貫くよ、マスカーニちゃん。ってことは3匹目になんかストリンダーに対抗できるパッケモンがいるって感じかな。そうじゃなきゃ死に出しはしないよね。クエスパトラ。あ？うん。いや、ほっそりたたり滅するけど。うんうんうん、滅そうだよね、はいはい。いや、関係ないね。うん、もう大丈夫。ストリンダーも捨てて大丈夫なんだよね。裏にゲンガータスキで残ってるし、道連れアンコール持ちだし、加速でどんだけ上げようがもう関係ないんだよね。裏に銅もいるから。ここたたり目いきます。はい、ほっすりたたり目。はい、強い。はい、強い。瞑想積んでる暇あるかい。はい、ここで瞑想はダメですよ。じゃあ爆音波で突破はできるかな。でもこれ S、 これで2段階上がっちゃったるから、抜かれてるか、これです。ここ爆音波でいい。守るか。はい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 。いや、もう関係ないね。もう関係ないね。どれだけ身を守ろうが大丈夫。気をつけないといけないのが、まだ相手はテラスタルを切ってないんだよね。うん、そこだけ気をつけないといけない。アシストパワー、はいはい、どうぞ。おつおつ、大丈夫。お疲れストリンダー、十分十分やってくれた。で、あとはゲンガー出しでシャドーボールをぶち込むだけと。まあどうでもいいんだけど、ここはゲンガー出しの方がいいでしょう。シャドーボール打っていきます。さすがにバトンタッチとかじゃない。さすがに裏に引くっしょ。普通に引いて、え？それはやばくない？普通に引くのはやばくない？バトンタッチじゃないの？マジか。それはちょっとまずくない？普通に引くんだ。ヘッドバックで毒狙ってくか。それはまずくないかい？はい、毒引きますと。怠けます。いいのかな、怠けちゃって。うちにはアンコールというものがある。君はもう縛られちゃってるよ。はい、アンコール。これでもう君は何もできないね。怠けることしかできないね。さあどうするよ。クエスパトラに引くかい。引いたら最後ヘドロ爆弾が刺さりますよ。さあ、クエスパトラを捨てるか、怠けるを捨てるか、どっちなんだい。もう君はもう何もできないよ。さあどうするよ。やっぱアンコールの方が強えわ。ゲンガ気合玉いらねえわ。ドド下山はなんとかしよう。頑張って。そもそもドド下山と当たる確率と
アンコールを使うタイミングを天秤乗せた結果、アンコールの方がめっちゃ使うってことになりまして、気合玉を速攻忘れさせました。悩みますよね。そうだよね、もう怠けることしかできないもんな。あー、怠けるを捨てるか。なるほど、毒ってください。毒ってください。さあ、降参するか、それとも、この不利な対面を続けるか、どっちにする？じゃあ次 D ダウン狙っていくよ。次は君の D をダウンしていくよ。確か天然ってダウンの方は確か無効にできないよね。確かアンコール状態解けました。じゃあもう一回アンコールいきます。あ、ここで引っ込めるか。なるほどね。でも引っ込めたとって、今引ってるクエスパトラ S が、1段階上がったぐらいじゃゲンガー抜けないので、シャドーボール安定です。ここで守ってきても1段階しか S 上がんないんで、ゲンガーを抜くことはできないと。でダメージも与えることはできずにクエスパトラは落ちていく。テラスタル、ノーマルだったらやばいけど、ノーマルだったらやばいけど、まあ基本エスパーっしょ、クエスパトラって。悪かー、やばいなこれ。下手したらやばいな、これシャドウブル落ちない系？しくったかな。もしかしたら鋼の可能性もあると思って。ああ、よかったよかった。さすがに落ちるか。さすがに落ちる。鋼の可能性を考えて、一応シャドウボールにしたんですけど、ノーマルクエスパトラってなかなか見ないから、シャドウボールでいいかなと思ったんですけど、怖いね、意外と。さあ、あとは、D ダウン狙っていくだけか。確か、いけるよね、D ダウンだったら。OK、D 下がった。超でっけ。何撃ってきた？見てなかった。あれ、見てなかった。何撃ってきた？天然調べてる最中で見てなかったけど、特攻下がって、多分バークアウトかな？多分バークアウトっぽいな。シャドーボールでいい。対戦ありがとうございました。